はい、こんにちは、レトスの小野です。5月28日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。負ける人のパターンは3つ。情報不足、慢心、思い込みである。これは以前にもお伝えをした林修先生の言葉です。そして今日は慢心についてお伝えいたします。宅建なんて3ヶ月あれば合格できる。昨年は1点差で落ちたから今年は合格できるでしょう。過去問や予想模試も40点以上取れるし大丈夫でしょう。このように考えている人の多くが、今日くらい勉強しなくても大丈夫かと思って勉強の習慣を崩してしまいがちです。勉強の習慣がなくなると一気に実力が落ちます。一日一日が勝負です。今日一日大切にしていきましょう。そして、弊社の短期講座、短期集中実話カップ講座なんですけれども、値上げまであと3日です。6月に入りますと値上げになってしまいますので、その点ご注意ください。で、短期講座についてどのような講座なのか、その特徴をこの動画の最後にお伝えいたします。ぜひ最後までご覧ください。それでは本日の3問に入ります。連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、主たる債務者の債務は消滅しませんので誤りですね。連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。つまり連帯保証人の時効が完成しても、主たる債務者の債務は消滅しないんですね。もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。まあ、この点もね、重要なのでしっかり理解しておきましょう。で、問2ですね。宅建業者の代表取締役が懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。丸か×かという問題です。答え×ですね。まず、代表取締役も役員に該当します。そして役員が懲役刑に処せられれば、役員、代表取締役は結核になりますね。で、これ執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても役員が結核になると。ということは、宅建業者も結核になって免許が取り消されるということですね。よって問題文で宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。ただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか？まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、懲役刑なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですね。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。で、短期講座の受講者様は、専用メルマガで、この問題の、考え方ですね、これお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問3です。都市計画の決定または変更の提案は、当該提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地について、所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない。丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。都市計画の決定または変更の提案というのは、提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の所有権者、借地権者以外であったとしても、都市再生機構だったりとか、住宅供給公社だったりとか、あと NPO 法人とか、まあそういったところも行うことができるんですね。つまり今回の問題は所有権または借地権を有しているもの以外は、計画の決定だったりとか変更の提案を行うことができないって書いてあるので、これ誤りだということですね。で、都市再生機構とか住宅供給公社。まあ、これはですね、まあ、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。あくまでも所有権者、借地権者以外であったとしても、都市計画の決定だったりとか、変更とかの提案ができるんだってことが頭に入っていれば問題ございません。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。